どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、ガンダムコラボで環境がもうめちゃくちゃ変化したわけなんですが、じゃあ結局ね、ガンダムコラボでこんだけ変化したんだけども、結局テンスラでガンダムは超えられるのか、そうテンスラコラボが最強だからガンダム弱くなるのかみたいな話もね上がってると思うんで、ちょっと今回は僕の予想を話していこうと思います。はい。でまずですね、やっぱりテンスラとガンダムを比べる上で一番大事なポイントが、コラボの期間なんですけど、ガンダムはもう4月から始まってますと。でテンスラに関しては来月の5月から始まるわけなんですけども、まあ、これまずめちゃくちゃ大きな差が1個あって、パズドラってめっちゃ当たり前なんだけど、後から来るコラボの方が強くなるのね。もうこれはもう当然じゃん。まあ、パズドラやってれば分かると思うんだけど、後から来るコラボの方が弱くなるってことはあんまりなくて、まあ、基本的に後から来るコラボの方が強いのよ。だからテンスラは来月の5月24だから、もう丸々1ヶ月空くわけで、例えばなんですけど、去年の12月に鬼滅の刃コラボが来て、無一郎とかピトーが環境最強だって言われたのに、2月にはもうゴーテンとノバにぶっ壊されたよね。でもそんなゴーテンとノバも4月に開催されたガンダムコラボで、今もうゴッドガンダムの方が強いって言われてるわけじゃん。まあ強いっていう状況になってるわけじゃん、ダンジョンによってはね。ってことはもう無一郎最強時代から、ゴーテン最強時代から、まあちょっとノバ最強時代ハサミの、まあそして今ゴッドガンダム最強時代になってるわけで、まあということはもう本当に環境のインフレって早いの、今のパズドラって。まあだから当然ガンダムコラボめっちゃ強いとはいえども、テンスラコラボに石残しておかないと、じゃあテンスラで環境変わるから終わりじゃんみたいな話をしてる人が結構いたんだけど、まずやっぱ一個言いたいことがあって、じゃあ今テンスラコラボを未来して、未来予知してね、ゴッドガンダムを引かない、まあ、そしてガンダムコラボをスルーするっていうのがいいのか悪いのかっていう話なんだけど、これは別に悪いわけじゃないです。実はそう言ってる人の答えはマジで間違ってなくて、基本的にパズドラってやっぱり後から引いた方がいいコラボの方が絶対来るので、ゴッドガンダムを全部スルーしてテンスラを引きます。それは個人の自由だし、何よりその方が、結果的に強いキャラを引ける可能性は期待値は高いです。全然だから、それは何にも間違ってない。ただ、まあ、ゆうころチャンネルが一個言いたいのは、じゃあ例えばね、無一郎ピトーコラボの鬼滅の刃コラボが来て、その後ゴーテンノバが来て、その後まあね、ガンダムテンスラって来たわけで、じゃあテンスラを引こうと思ってる人は、まあ周年のゴーテンから全スルーしてるわけだと思うんだけども、まあそこで一個じゃあね、あったイベントとして、歴世の杯と真相の雫みたいな、酒イベントが来たじゃん。ね、バーテンダー黒飛び実装されたイベントね、あれが来たと思うんだけども、実はそこのサブってもう未だに現環境最強クラスのサブが多数いて、もうどんな編成にも結構な割合で入ってくるのよ。だいたい体感で言うと、まあもう5割くらいはやっぱ未だに全然入ってきてるよね。まあ特に大吟醸とかね、あとはまあなんだろう、まあロベリールとかね、あとエルディアブロとかね、もう本当に酒イベントってやっぱ強いキャラ多かったわけじゃん。だ実際にその環境最強じゃないイベントにも後から使えるような強いサブっていっぱいいるわけで、まあそれがまあカルワミルクとかもそうだね。まあその一例がまさに杯イベントなの。まあそれと同様で、今回のガンダムに関してもやっぱり将来的に見て強い武器っていうのはたくさんあって、そうで、まあ、サブ性能高いキャラというよりかやっぱリーダー性能枠が強いように見えるかもしれないけど、実際このゴッドガンダムとかはマジでサブでも全然やれる性能してて、で例えばユニコーンガンダムとかもねすごい強いしね、今現状リーダーとしては。であとはまあそれこそクシーガンダムとかもね、サブ性能かなり高め、エアリアルなんてまあぶっ壊れ、あキャリバーンね、キャリバーンなんてもう絶対ぶっ壊れだし、まあ、あとは、もう、マスターガンダムとかもね、周回性能高かったりとかして、まあ、基本的に、なんだかんだ強いキャラが多いわけよ。そう。なんだかんだこいつらは、今、現環境で強いし、将来でもまあまあ使えそうだなぐらいのキャラが結構多いのが、やっぱりこういうパズドラのコラボなので、まあ、もし、テンスラの方が強いと思うから全スルーしようと思ってる人も、やっぱ多少は引いておいた方がいいですね、基本的には。本当に完全スルーはやっぱり非推奨で、ある程度は引いておかないと結構後悔することが多いかなと思うし、結局ここを全スルーしてることによって、テンスラ引いても編成組めないみたいな結構あるんですよ、やっぱパズドラって。パズドラってやっぱ積み重ねのゲームで、継続して課金しない限り編成組んでいくことがまあ難しいわけですよね、実際ね。って考えてもらえたら、まあガンダムコラボ、俺はテンスラ引くからスルーすると思ってる人も、ある程度引いておいた方が損はないかなとは思います。で、じゃあ実際結構ここからも本当に予想動画なんだけど、じゃあ今ガンダムがゴーテンノバをまあちょっと超えてね、ユニコーンガンダム、ゴッドガンダムが最高になってるんだけども、じゃあ果たしてテンスラでこのゴッドガンダムとユニコーンガンダムは潰されるのかという話なんだけども、ちょっとこれ僕の予想なんですけど、僕のイメージとしては、マジでゴッドガンダムと同じ、もしくはちょっと強いぐらいの性能になると思ってます。
結構僕のリアル予想はマジでゴッドガンダムとなんなら同じぐらいの予想です。というのもですね、実際ゴーテンノバゴッドガンダムユニコーンガンダムって今1位2位3位4位って言われてますけど、結局ほぼ全部同じなんですね。ノバだけはちょっと使い道が全然違うからちょっと例外ですけど、もうゴーテンゴッドガンダムユニコーンガンダムなんてそんな変わんないんですよ。対して各キャラにまあまあ強いポイントがあるだけで使い分けでしかないんですね。もう本当にこの3体を比較して強い弱いって言ったとしても全部強いでもうほぼ統一されちゃってるんですよ。もうこれが今の現状なんですね、パズドラの。って考えたら多分テンスラで実装されるキャラに関してもマジでこの3体と同じぐらいの性能だと僕は思ってはいます。ただ逆に言えばこのキャラたちと同じぐらいの性能にすら達してないってことはほぼないと思ってて、このキャラたちと同じぐらいの性能で、2体から3体ループの強リーダーになるんじゃないかなという予想になっております。なんでイメージとしてはそんぐらいのキャラなんで、実際じゃあそのテンスラ引くからガンダム全スルーするのがありかと言われればマジで非推奨。正直結局そのぐらいの性能だからガンダム欲しいと思ったら引いた方がいい。でも逆にですよ、ガンダムコラボめっちゃ弱いから俺はいらねえって人は全スルーしてもそれは問題ないので、そこはね自由にしていただければなと思います。はい。なので、テンスラに石を全部残すっていうのは全然悪いことではないですけども、やっぱある程度引いておいた方が環境にはついていきやすいかなと思います。でね、実際じゃああともう一個予想として、じゃあ結局今最強のゴッドガンダムとかこのユニコーンガンダムが1ヶ月後2ヶ月後なんなら半年後とかに環境に残ってるのかっていう話なんだけども、これ結構もう本当にガチ予想なんですけど、半年後十分トップ10には残ってるとは思います。特にゴッドガンダムの方は残ってるかなと。ユニコーンはちょっとね、上位互換的なキャラが出た瞬間に落ちていくとは思うのでちょっと難しいんですけど、ゴッドガンダムに関しては相方実装されたりとかなんならすると思いますし、で余裕で環境には残ってると思います。なんなら環境トップ5は無理か、半年後はトップ10には全然残ってるかなと思ってて、8位7位ぐらいにいそうなイメージはあります。そのぐらいは十分やれそうなんで、全然今ゴッドガンダムのテンプレ組めてる人っていうのは半年後ぐらい1年後ぐらいまでは全然運用はしていけるかなと思います。ユニコーンに関しては現状はすごい強いんだけど、やっぱ上位互換のキャラがいつでも出せそうな感じなんですよ。だから使い勝手いい上位互換キャラが出たらちょっとさすがに評価落ちるかなっていう感じ。こういうキャラって相方の実装がすごい難しいイメージがあって、なんか運営がやる気ない限り基本的に相方が出ないんですよね。ってなるとやっぱこういう光火の同時攻撃系のリーダーっていうのは結構先はなんかめちゃくちゃ長いイメージじゃないので、実際ユニコーンガンダムは半年ぐらい使われたら、ちょっと上位互換のキャラに飲まれそうな感じは予想してます。現状はめっちゃ強いけどねっていうイメージ。で、例えばゴーテンとかノバに関しても同じような感じで、ノバもね、今現状は最強クラスに強いですけど、敵がインフレした瞬間に使えなくなりますし、で、ゴーテンに関してもね、現状本当に使い勝手は一番いいキャラだとは思うんですけども、火力不足で使えなくなるかなとは思ってはいます。そのぐらいの感じですかね。本当にパズドラこれからどんどんインフレしていくと思うんですけども、その中でゴッドガンダムにはそのぐらいのポテンシャルがあって僕はめちゃくちゃ評価してるので、とにかくテンスラ引きたいからガンダムスルーしてもいいんですけど、ゴッドガンダムだけはマジおすすめなんで撮っておいた方がいいとは思います。ということで今日はね、テンスラとガンダムについてちょっと話す動画でした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。